配信お疲れ様です。マシュマロ雑談毎回楽しみにしています。ストシリーズでは竜やサガットのようなタメキャラが好きなのですが、スト4のオルコン2でタム抜けキャラが増えたことがものすごく不満でした。スト5のスキルにトリガー2が発表した時も、次キャラの期待感よりも他キャラにタム抜けが追加されるんだろうなという不安感のが大きく、全然楽しみじゃありませんでした。実際スキルにトリガー2でタム抜けキャラが増えました。そのくせタマキャラにはタム抜けキャラ対策のスキルやトリガーが追加されたようにな感じます。元のタム抜け持ちのキャラのタム抜け性能を上げるのはまだわかるのですが、タム抜けキャラを増やすというのだけはどうしても納得できません。このあたりハイテンさんの意見を聞かせていただけると嬉しいです。まあタマに関してはなかなか難しいよね。単純に難しすぎるんですよね、タマに対するその対策というのが格ゲーって。で結構そのタマで飛ばせて落とすっていうそのスタイルがあんまりもう近年のゲーム向きじゃないっていうところはやっぱどうしてもあるんかなと思いますね。相当難しいんで弾対策、弾自体は強いですけど、まあまあしゃあないんかなっていう感じですね。ただそのこのキャラに弾抜けはっていうのとかはわかります、なんとなく。うん、こいつも玉抜けできるのみたいなっていうキャラがちょっとスト5は多いかなっていう感覚はありますね。あとはその、まあ、俺ゴーキ使ってたやん。でゴーキ使ってて、まあ玉キャラだったんですけど、まあ、俺の感覚で言うとコマンドありきで3フレから玉無敵技っていうのが多いやん。ああいうのは結構俺ね対戦して面白かった。その工夫したら打てるっていう感じだったから、ただそのワンボタンで速攻抜けれるとかっていうのはちょっとまあきつい、強すぎるかなっていうのはあんねんけど、まあでも結局その玉キャラみたいな、まあ竜とかサガットとかって結構遠距離キャラで玉主体のキャラだと思うねんけど、そういうこうある意味ピーキーなキャラなんですよね。戦法が結構その限られてるようなキャラクターっていうのはどうしても追加要素に怯えることにはなりますね、絶対に。俺もそのスト4で誠使ってる時にもう新キャラの追加がやっぱり怖くて仕方なかったんですよね。その弱点がもう明確になるから、こういうキャラに対して弱いっていうのが俺なんか分かってたから、そのキャラが来た時にやっぱ明らかに勝率が落ちるからきついなみたいな、まあそれと同じ感覚ですね。だから結局いろんなキャラとの対戦を楽しもうと思ったら、もうバランスがいいキャラ使うしかないんですよね。で、まあルークにだから言ってる人が多いよね、今その玉、もともと玉キャラ好きな人は。そうやね、今のねデカキャラに玉は、そうやね、むしろだから近づきづらいから玉抜けをあえてつけようみたいな感じだからね。まあだから玉キャラがあんまり強い、まあ明らかに意図的に弱くされてる、てかそれでも十分強い方やけどな、スト5の玉はかなり強い方なんじゃないかな。スト4よりは絶対強いな、少なくとも。うん、てかスト2の次に強いな、多分スト5の弾。弾抜け技もあんま強くないんですよね、正直。まあ一部すごい強いやつがあんねんけど、かなり弱いと思うね、スト5の弾抜け技。だってあれよ、まあ極端やけどスト4の息吹とかすごかったよ、ほんまに。あの波動拳で、まあ、EX 首折りっていう、画面7割ぐらい突っ込んでいく、なんか、超高速で突っ込んでいく弾抜け技があんねんけど、それが多分発生ある1フレかじゃなかったっけ、弾抜け。めっちゃ速いねんか、弾抜け。で、そっか、それが当たったら、もう死ぬまではめられんねんか。強制ダウンで、見えない動き攻めされて、だもう波動拳を打つリスクリターンがもう、やばすぎて、あってなさが。そんなんが当たり前、まあ当たり前すぎないけど、普通にあったから、まあセービングもあったしね。まあそう考えたらまあ、いややっぱ工夫しないと思いますけどね、弾は。弾抜けあってもやっぱ打てると思いますよ。その弾だけで、その、ひたすら弾を打って、飛んできたら昇竜拳っていうのはできないけど、相手がコマンド作らないとこで打ったりとか、こっちがその波動拳の前入れを長く入れて歩いてから、距離詰めて、相手がその波動拳のモーションに反応できない距離まで詰めてから打ったりとか、いろんな打ち方があるんですよね。そういうのが、楽しめるなると、多分、弾キャラはより一層楽しめると思うけどね。ほんまにそれが、すごいあるから。
まあ、それ俺、そういうのをすごい体験したのが、ストフォーの時に、梅原さんと出た時なんやけど、もともと俺、竜、まあ、竜とか坂戸使いって多いやん、ストフォーでも。で、まあ、竜使いって出た時に、とりあえず、まあ、俺、誠使いやから、その、トサナミっていう、まあ、画面端、画面どっからでも弾抜けできるウルコンがあって、そのウルコン当たったら、5、6割れへんねやんか。だから、とりあえず相手が弾打ってくれたら、セービングでウルコン貯めて、でも、それだけで相手ほとんど弾打たれへんやん。負けがリスクリターン合わへんからさ。だからそこでもあえてほとんど波動拳打てなくなるから、攻めれる。で、もしまあ普通に打ってくるんやったら弾抜けして勝つっていうのは俺の中の勝ちパターンやねんけど、だから梅原さんとかとやってると、めっちゃ打ってくるんですよね。そのゲージ溜まってんのに、波動拳。で、ああ、じゃあ弾打ってくるんやったら抜けたろうと思ってぐるぐる回してたら、そこは打たずに歩いてきたり、歩いてくるんですよ。例えば。だから結局その、なんていうかな、工夫して打ってるんですよね、弾を。こっちはそこで、トサナミのコマンド回せないでしょっていうタイミングを作ってから打ってる。で、作んねやったら、じゃあここでコマンド作ってますよってなったら、じゃあその分回り詰めさせてもらいますよとか、違う行動しますよっていうので読み合いしてくるみたいな。だそれをやった時に、あ、そういうもんなんやと思って、こんなにいろんな飛び道具の使い方あんねんなっていうのをすごいそこでこう、学んで、だ俺弾ってなんかその、あんま面白くないと思ってたんですよね。結局その、なんていうのな。あんまり距離とかそのタイミングと関係なしに、こう、打つか打たないかで読み合いにするものみたいな感覚だと思ってたから、なんかあんまりこう、深さはあんま感じなかったんけど、まあやっぱり梅原さんとかの対戦すると、弾一つ取ってもすごい奥が深いなっていう風に思ったし、自分で動き使ってみても、すごいそういうふうに思いましたね。うん、やっぱ相手が弾抜けを見てる時間っていうのがあって、で、この人は、この距離とこの時間は弾抜けを意識してるけど、この瞬間は、この場面になったら弾抜けを意識しない、みたいな。だからここは打てる、みたいな。まあ、あるんですよね。そういうの打ったりとか。そうね、PC 版記事で見てからできること。それは間違いないですね。それは間違いない。だから、その、波動拳はより弱くなってるよね。まあ、でもそういう風に考えるしかないかなっていう。で、飛び道具で飛ばせて落とすっていう戦法自体が、まず、あんまり面白い戦法だとされてないんですよ。世間一般的とか、多くのユーザーから。まあそれが一番の理由ですよね。だからどうしても、その飛び道具の対策を、玉抜け以外でするっていうことに対して、その労力があんまりこう楽しいものとされてないゲームとして、まあだから玉抜けをまあつけた方がいろんな人が楽しくゲームができるっていう、まあまずそれ前提です。絶対にそれが前提なんで、だから今の時代はもうきついっすね。玉キャラで玉で飛ばして落とすで終始したいっていうのはもう今の時代はまあもう無理って思った方がいいですね。そういう時代じゃないし、そういうゲームでもない。でも、スト5は唯一と言っていいほどそれがまだできる、ギリギリできる感じだと思います。他のゲームはもう絶対にさせてくれないからね、そんなこと。だほんまにそれやったらもうスト2をやるしかないよなっていうところですかね。だから俺がそのあれよね、誠とか使って、ジャンプしても確定しない唐草つけろとか、チェストした後に完全に託させろとか、刺す価値で中下段させろっていうのと、ちょっと極端ですけど、それみたいな感じですね。もうそういうゲームは、それはそういうゲームがあって流行ってたけど、まあ今はもうそういう時代じゃないっていう感じですね。じゃあ飛び道具メインのキャラに最初からなしにしてくるよ、希望を持たせないよってならんか。いや、だからそこは、いや、工夫で、それやりたいんやったら、本人がその工夫して、そうできるように頑張ろうっていう。ことね、だそこまでは強くしないですよって。例えばララとかも言うたらあれ誠みたいなコンセプトやけど、誠みたいなことできへんやん、できなくしてるやん。まあそういうことですよね。だ結構難しいね。だ昔できたことが今できないっていうのはもうどうしようもない。まあそれでほとんどの人がやめるけどね。それで、やめる人が多いね。昔はこれができて面白かったけど今はできないからまあ面白くないっていうのはもうあるあるですね。格ゲーは日々やっぱゲーム自体がアップデートしていくんで、進化していくんで、まあ、進化というか、まあ、変化していくんで、まあ、それについていくしか、楽しむ方法はないですね、基本的には。飛ばして落とすってストシリーズ全体というより、スト2の概念。まあ、昔のゲームの概念やな。90年代までのゲームは、まあ、基本的には、まあ、それが基本にはなってたね。まあ、KF も言うて、飛ばして落とせるゲームやからね。
まあそれ以降はもうそんなんじゃないよね、空中ガードありあり、二段ジャンプ、低空ダッシュあったりとか、うん、そんな感じだから、まあだから格ゲーほんま難しいよ、ほんまに難しい、あの続けるの、キャラも多様化していくしね、めちゃくちゃ難しいですね、そういう意味で。